おはこん。おはこんばんは。It's Sega and the Brand。で今日はみんなからね結構リクエストがあったんですけども、その中の一つのなんでシアトルに私たちが引っ越してきたかっていうのを今日はここで皆さんにシェアしたいと思います。まあ、そうですね。はい、なんか昔引っ越すっていう動画は出してたけど、その時はどこに引っ越すとかそういうのを秘密にしてたので、うんうん、どこに行くか言ってなかったけど。そうね。だから理由にもね。ね。触れられなかったじゃん。そう。そう。で、なんか今ね、こっち来ていろいろここら辺のコーヒー屋さん行ったりとか、ここら辺の有名なとこ見に行ったりとか動画作ってるんだけど、コメントの方でね、なんで引っ越してきたかっていうのとか、あとルームツアーもしてくださいっていうのが結構いただくので、うん、今回はそのリクエストで答えていきたいと思います。はい、ルームツアーは違う動画でやります、うん、でもやる予定です。はい、じゃあ早速答えていきましょう。はい。まあ結構理由はね、いくつかあると思うんだけど、うんうん、大きいな、なんかなんだろう、引っ越さなきゃいけないっていう理由はなかった。うん、なかった、ね、なんかここに仕事が決まったからとかそういう、うん、ことじゃ なくて、ただ単純に、うん、一番最初は自分たちが住んでみたかったっていうのが大きな理由だよ ね。なんか、まあ、結構前にね、2年前ぐらいになんか、アメリカのどこに住んでみたいのかなみたいなことを2人で話してたら、うん、なんかシアトルとか、まあ、西海岸とか、うん、で西海岸の中だったらやっぱりなんかちょっとシアトルの方面白そうだなと話してたじゃん、うん、でなんかいつか引っ越したいなと話したけどね、うん、西海岸にもさ、シアトルとかオレゴンとかカリフォルニアとかいろいろあるんだけど、まあ、カリフォルニア暖かくていいじゃん。でなんかシアトルはさ、結構調べていくとさ、やっぱりなんか自然がすごく綺麗とか、うんうん、そういうのもよく見たから、なんか自分たち結構自然好きじゃん。ね、なんか緑見たり花見たりとか好きだし、あと山とかもあるし、なんかそういうのを考えてもなんかやっぱりなんかシアトル良さそうって思ったよね。うん、ね。他に何か理由？まあなんかそういうのもあって、あとなんかね、なんかオハイオはすごく楽しかったし、友達とかみんなですごいね楽しい時間いっぱい過ごしたけど、うん、やっぱりほらなんかね、人生が短いし、うん、なんか住んでみたいところに住むチャンスがあったら、うん、行くしかないなと思ってたよね。そうだね。オハイオは住みたいってよりかは、ブレンの仕事がオハイオに決まったじゃん、うん、3年前になっちゃうかな、もうテネシーから、まあ、3年前に仕事が決まったからオハイオに住んでみたんだよね、うん、結果的には友達もいっぱいできて、うん、楽しかったんだけど、ね、やっぱり住みたいと思って行ったとこじゃなかったよね。そうだね。なんか必要だからみたいな、なんか、うん、これをやらないと仕事がないみたいな感じで行って、うん、ね。結果ね、良かったけどね、うん、なんか結果良かったよね。だってオハイオもそういう機会がなかったら行くこともなかっただろうし、ね、行ってみてなんかイメージも全然変わっちゃったし、うん、ね、コロンブスすごいいいとこだったし、いいとこだった、友達も良かったし、でもね、でもやっぱりなんかさ、今日本に住めないし、うん、だからまあ日本に住めないっていうちょっとストレスもあるじゃん、うん、だったらアメリカの中でちょっと住んでみたいところに住んだ方がちょっと楽になるかなと、気持ち的にね、思ったけどね、うん、そうだね、それもでかい理由、ね、だし、まあ、あとは結構個人的な意見だと、まあ、仕事関係とかももしかしたら西海岸の方が見つけやすいのかなって、それもあるね、正直思いました。うん、なんかオハイオとかももちろん日本の仕事はあるし、自分も日本のレストランとかでオハイオで働かせてもらってたんだけど、なんて言うんだろう、その正社員みたいな、うん、なんだろう、そういう仕事を探すってなると、まああるはあるんだけどね、うん、だけどなんかその車関係とかやっぱり多くなっちゃうんだよね。でなんか自分の、うん、まあ、英語のレベルとか、うん、そういうのを考えるとそこは就職できないっていうのがあって、でもなんか西海岸だと、まあ、もちろん英語も必要だけど、一から教えてくれるような初級ランクでも大丈夫ですよっていう仕事は結構あるんだよね、うん、まあ、これもレストランも含めて、またその正社員の仕事とかそういうのもいろいろあるから、うん、なんか西海岸の方がチャンスが多いのかなと思って、うん、そっちも、それもなんか理由の一つとして、うん、引っ越すことを決めました。そうだね。あとはほら、自分は今リモートワークしてるからさ、うん、どこからでもできるじゃん、うん、対応が。だから、まあ、チャンスだと思って、うん、来たよね。そうね、うん、結構ね、でもね、
大きい決断だったよね、うん、ねえ、なんかいやじゃあ行こうか、いやでもやっぱり行けない、でも行こうとかって、何回もあった、ね、なんかいろいろ心配することがあったよね。だってなんか何で行く、車持ってく、うん、持ってかないとかって、で自分たちアッシュもいるし、うん、であとは何だろう、なんか余計な心配しちゃう、いろいろ考えすぎちゃって、うん、なんかあお金大丈夫かなとか、うんうん、ね、でもねいろいろ考えてたんで、ね、でもやっぱり来て、あ来てよかったな、なんか最初ちょっと慣れないで、なんかシアトルどんなとこかなみたいなとこ、うん、まあ、最初の、ね、1週間ぐらいはそんな感じだったけど、ちょっと慣れてきたらなんかすごいなんか楽しくて、うん、なんか本当に来てよかったなと思ってるよね。そうね、まあ、インスタとかね、ツイッターとかブログ見てる人たちはあの分かってくれてると思うけどね、うん、もうちょくちょくそういうね楽しい画像とかもアップしてるから、うんうん、ね, ね、いや本当に、まあ、そんなもんかな、を決めた理由って、うん、まあ、まとめると、うん、なんか特になんかこれっていう理由がないんだけど、うん、なんか新しいことがしたいから、うん、シアトルに引っ越してきました。はい。ね。なんかここでだからもうおはよりできなかったこととか、うん、あと新しいこと、うん、いろいろなんかチャレンジしてみたいし、うん、あとはなんかまあ YouTube 動画もね、ね、まあ、また違ったおはよりと違ったような景色とか。場所、うん、お店とかもみんなに見せることができると思うので、うん、あのすごく楽しみにしていてください。はい。はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。はい。もしこの動画面白いと思ったら高評価の方とチャンネル登録の方お願いします。お願いします。あとは概要欄の、SNS とブログと、あと最近ね新しい、PO ボックス、うん、その郵便先を設置したので、チェックしてください。はい、お願いします。お願いします。ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。